福岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークスのゲーム。バッターボックス内川、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました、ショートが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ここで打席には尾形が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここで点差を広ぐ、高めのボール打ちました、弾き返した打球はセンターへ、ワンアウトランナー二塁と変わっています。3番バッター柳田、ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。うまそうですね、最後きっちり締めた。セカンドの左抜ける、ツーアウトランナー一塁。ソフトバンク打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。